ドン、始まりました桜井とあの猛烈トラベルということで、現在小倉駅に来ております。今日はここからですね、日豊本線を全て乗り通していきたいと思います。まあ、多分動画自体は3本か2本の動画にはなると思うんですが、まず最初、僕が多分今日本を走ってる特急列車の中で多分一番好きって言ってもいいぐらいの特急列車、特急ソニックに乗っていきたいと思います。ここ小倉を出福岡県小倉を出発しまして、ソニックに乗って大分県大分まで向かっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、ホーム上へ行きたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。185系特急ソニック号が小倉駅に入線してまいりました。これは逆方面行きですね。日豊本線を走ってきて、ここから鹿児島本線へ乗り入れていく車両です。はい、ということでホーム上上がってまいりました。奥から10時10分小倉発ソニック11号大分駅の列車が見えてまいりました。当駅でね、折り返しスイッチバックを行います。この現在見えている真正面から来るんですけど、こっちのこのポイントを曲がっていきまして、こっち側の日豊本線へとアプローチをしていきます。今回使われる車両885系の白いソニックですね。白いソニックって言うのでしょうか。883系の層は青いですよね。第9編成の車両が使われます。ということで、このソニック11号大分行きの列車に乗りまして、終点大分を目指したいと思います。ということで車内に乗っていきましょう。列車は小倉駅を出発。この先日豊本線を南下し、大分を目指していきます。ご乗車ありがとうございます。日本車通ります。特急ソニック11号大分駅です。止まります駅は軸足、手の品、中津、天井浦、宇佐、月、亀川、別府、終点大分の順に止まります。停車駅ご注意ください。車内ご案内いたします。この列車は6両編成です。グリーン車1号車前より指定席1号車、周囲2号車、3号車です。自由席は4号車、5号車、6号車です。止まり間違いないようご注意ください。トイレトライは1号車。日豊本線は線形が悪いですが、車両精度が、ね、かなり特急ソニック高いので、このように最高速度時速130キロぐらいの爆速でかっ飛ばしていきます。 JR の西日本の新快速とか特急スーパーハクトとかが130キロ運転をしていますが、そんなのと、ね、比べ物にならないぐらい線形が日豊本線は良くないので、そういうのに対応したその列車の高精度という列車になっております。やっぱね、高速バスに寝かすために JR 九州が本気で特急を運行しているんだなっていうのが分かるような列車となっております。唐揚げのイメージがとても強い中津駅に到着いたします。中津駅はとても大きい駅というわけではないんですが、ソニックの全列車が停車をいたします。また中津を始発終着とする特急ソニック号の設定もあります。線形が悪いんですけど、爆速で走るために車体がね、こう傾く振り子式ということになっているんですが、こんな感じで今カーブ曲がっているんですが、だいぶカメラの目線が下がったのが分かると思います。でまたね戻りましたけど、こういうね機能があるからこそ、そう性能があるからこその高速運転なんですよね。すっごい速いですよ。なんかね、新快速の130キロとかとは比べ物にならないぐらい130キロの速さ感っていうのを感じられます。国崎半島を縦断していきます。今国崎半島の、まあ、ちょうど北の部分にいるんですけど、この先この国崎半島をねズバッとね切っていくように走っていきます。国崎半島のちょうど縦断する始まりのところぐらいですか、のところに宇佐っていう駅があって、まあ、ここがね、まあ、宇佐をローマ字書きすると USA になるのでね、あのアメリカアメリカっていうようなネタが結構ね有名というか、
ってやる人が多いです。ちょうどね、見えている右側っていうのかな、右側に山が見えてると思いますが、これが国東半島の山々ですねになります。はい、ということで列車は国東半島、まあ国東ってすごい読みづらい難読なところなんですけどっていうところを今横断、縦断かな、縦だから縦断してみます。で、これソニックの、白いソニック885系で運転、まあそれはね、ちょっと何回か紹介しましたが、というようなことでソニックの車両に乗っております。で、この885系のいろんなところにこの携帯電話コーナーっていうのがありまして、これ椅子になっているんですよね。なのでこうやって流れゆく景色をこうやって座って見ることもできます。こういう感じです、こういう感じです。まあ座っておりますなんですけど、これすごい揺れるんですよね。ちょっとね、揺れが伝わりにくくて申し訳ないんですけど、これ僕今立ってるだけなんですけど、かなりこう振られています。こちらが海側の景色。この特に国東半島のあたり、ここら辺の区間は速度も出すのに、さらに線形も、まあ、線形がいい悪いっていうと悪いんですよ。線路があれっていうことで、線路が直線に引けてないんですよね。なのでここら辺の区間を走るときはすごいグラグラ揺れるんですよね。小倉、そして、この大分から小倉間っていうのはこっち側の自由席が全面という展望になります。なのであっちのこの AB 席ですね、右側の座席の一番前を取ると全面展望プラス、まあ、なんていうんですか、海の景色も見れるっていう結構すごい席となっております。で、ソニックの見てたら3パターンぐらいあるみたいで、検索しましたね。こんな感じでいう携帯電話スペースコーナー、携帯じゃないかな、あ、携帯電話ですね、携帯電話のスペースコーナーっていうのも存在します。ここ、これかなりちっちゃい椅子なんで、まあ、幅的に言うと15センチぐらいですかね、多分こんな感じで座ることができます。こっからだとですね、こうやって流れよく景色を見ることができる、まあこんな感じですね、景色的な感じで見え方は。で、ここにはドリンクホルダーも設置されております。ドリンクホルダーですね、3箇所ありますね。で、自由席を今ちょっと通ったんですけど、自由席にはコンセントがありませんでした。僕の乗っている指定席にはコンセントがあるので、これがやっぱ自由席と指定席の差かなって思います。特にね、なんか特別紹介するものってのはなかったんですけど、まあ、こうすごい傾くんですよね、こう車両は。結構まっすぐ歩くのが難しいっていうような列車ですので、乗られる時、乗った時には結構その注意して歩かないと転びますね。Thank you.
ってるんですよね。ということで自分の座席の方まで進んでいきましょう。でここも携帯電話スペース、この1秒に1個あるんですよね。ここは椅子がないタイプですね。あとはこういうところになんか JR 九州のなんかポスターみたいなのとか、あとこれはブルーリボン賞ですね。鉄道友の会2001年のです。で下はブルネル賞、世界の鉄道のやつなんだ。 JR 九州の885系は長距離列車部門で大賞に選ばれました。長距離列車なんだ。まあ、どこまでを長距離列車と対比するのかにしてないんですけど、これがブルネル賞、こっちがブルーリボン賞。まあ、よくね有名なのはこっちですよね。鉄道友の会のブルーリボン賞は有名かと思います。まあ、ブルネル賞もかなり有名ですけど、やっぱブルーリボン賞は貼ってあるところ多いですもんね。こう車両の中にこういうものが実際にすげえ曲がっていく。あっちにね新線があるんですよ。こっちが新線、こっちが旧線。あー出た出た出た、885系で言えばって感じですね。頑張ります、頑張ります。これ885系っぽいですよね。何かの後でしょうね。売店とかあったんですかね。紹介し忘れてたね。2号車の携帯電話スペースだけ、ちょっとだけ2号車の携帯電話スペース、こんな感じで個室、半個室になっております。カーテンももちろんついておりますが、ここをこうやって のれんがかかっているので、かなりここが多分一番かなり、まあ、グリーン車がちょっと見てないんで分かんないですけど、かなり個室性というか、あのこの静か性って言うんだろうな、もう音が漏れない、にくいっていうのはいいんじゃないでしょうか。ひつきですね、これは。間違ってるかな。これは最速、速い速達の列車を通過します。ひつきです。城下町なんでしょうね。今日はここの区間を36プラス3が通るので、36プラス3のお迎え用の、この、っていうのが建てられております。ということで、自席戻ります。岬半島を縦断し、列車は別府湾に出てまいりました。進行方向左手側に海が見えてきたので、これが別府湾です。この別府湾をぐるーっとね、反対側の方まで行くと大分、鶴崎とかの方に、ね、なります。ありがとうございます。日本一の湯量を誇る温泉街、別府に到着いたします。結構ね、別府って温泉街ね、温泉にお宿がね、宿がたくさんあって、湯気がボクボクボクってね、出てるような感じがするかと思うんですが、意外にね、こんな感じで住宅街が結構あって、なんかホテルがめっちゃバーって立ってるっていうような感じではないんですよね。まあ、ちょっとこれはね、あの意外だったというか、久しぶりにね、別府に行ったので、ああ、ここだったっけなーみたいな感じがしました。なんか温泉街っていう感じがすごいしてたので。あとね、でもね、日本一の湯量を誇って、で、いろんなね、種類の温泉が、ね、湧いているので、やっぱ温泉好きな人とかね、特にね、このチャンネル、視聴者さんの層っていうのが、まあ、結構、サラリーマンの方たちっていうのが多くて、すごい僕のチャンネル40代とか35オーバーみたいな人たちからすごいよく見てくださってるんですよ。そういう人たちだと結構別府温泉好きだよとか、よく行くんだよねみたいなような人も結構いるのかなって思います。日本一の温泉別府を出発です。この先列車は別府湾に沿って走りまして、終点大分まで10分ほどの旅となります。基本的に多くの列車っていうのは別府から大分まで乗って、大分から日輪に乗り換えるっていうのがほとんどなんですが、朝1便ですかの列車と朝の4便5便ぐらいにいる列車は日輪、そして日輪シーガイアとしてね運転されるので、大分での乗り換えはいりません。
します。大分の方言に一寸釣りというのがあります。渋滞という意味です。車が渋滞してずるずるっと一寸ずつずれて進む様子を一寸釣りと呼んでいます。さあ左手をご覧ください。海の手前、海岸線を走っている道を別大国道と言います。この道は毎年2月に開かれている別大マラソンのコースになっています。この別大国道もかつては道幅が狭く渋滞ばかり起きていました。列車の車窓からその渋滞を眺め、大分の人は一寸釣りじゃなぁと声に出したものです。一寸釣りは車以外の渋滞にも応用できます。あなたが今日大分で何かの行列に並んだ時つぶやいてみてください。一寸釣りですね。すぐに答えが返ってきます。ああ一寸釣りやね。列車は間もなく大分に到着します。この別府から大分の間、この区間は本当にね、別府湾の近くを走行するので景色が綺麗に見えます。ここ海卵ですね。セイウチとかいっぱいいるな。セイウチとかなんか可愛い動物たちがいっぱいいるんですよ。この有名な水族館です。で、まあ、ちょっと人間だと首振れるのであれ、ジフリーがある分なんですが、ちょっと画面には映ってないんですが、左側の奥の方に別府市街を見ることもできます。なんか別府って湯煙もくもくみたいなイメージがあるかと思うんですけど、実際そんなことないですね。それは日によってなんでしょうけど、今日はそんなに湯気は上がってませんでした。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。上がりまして、列車は終点大分駅に到着いたします。今回は一輪との接続を30分くらい取っているので、少々大分で待ち時間があります。まあ、列車によっては本当にタイムオンタイムって感じですぐ、ね、乗り換えという列車もあるんですが、まあ、僕はこの白いソニックに、ね、乗りたかったのでちょっとだけ時間を置きました。結構ね、高層ビルっていうかね、マンション多いんですよね、大分。大分久しぶりに行きすぎてね、前回来た時の曲は全くなかったんですけど、そんなの置いといてね。ということで、列車は終点大分駅に到着です。はい、到着しました、大分です。ここまで乗ってきました。こちら側が白いソニック、ここから階層で引き上げるんだと思います、多分。なんかそんなことさっき車内で言ってました。で、このね、真ん中のところに S ということが書いてあるの、S って書いてあるのは、これソニックっていう意味です。で、こちら側の883系、これが青いソニック。こちらの方にもね、真ん中に S ということが書いて、S っていうソニックのロゴっていうかね、マークが書かれております。ということで、ここまでね、ソニック乗ってきましたが、やっぱね、ソニックは速いですよね、とにかく。ずーっと基本的に100、走ってる時はもう110キロ、115キロが当たり前みたいなような感じで、もう車内もグラグラで、こう、ガコガコ揺れちゃうような感じでした。で、今ちょうど日豊本線大体3分の1が終わったような感じです。ここから先はこちら次2番線に参ります。787系でやってきますね。日輪号。こちらに乗っていきたいと思います。で、とりあえず一回この動画、ソニックの動画ということで、ここら辺で締めさせていただきたいなと思います。この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。